回はコオロギ君と麺のりでした。拍手。はい、ありがとうございます。まず1本目は可愛いコオロギ、まさかあんな早い段階で食べられてしまいます。びっくりなシミュレーションからスタートです。ではですね、今日5本目の残りあとで次になります。次は可愛いですね、クマが主人公のアニメーションのこちらのアニメーションです。はい。これすごいレアなアニメーションです。見ないと後悔するアニメーションを皆さんにお届けします。一見可愛らしい3匹のクマなんですけども、実はですね、大のいたずら好き。しかもこのアニメーションですね、すごいシュールでナンセンスで、もうびっくりな展開が続きます。実はもう戦前に作られたアニメーションなんですね。昔から日本のアニメのレベルはっていうのがとってもよくわかる一本です。ではみんなで楽しみましょう。いきたいと思います。3分の1